はようございます。2024年9月24日火曜日の朝です。今日の体重は 65.75 でした。体脂肪率は 38.1% です。おはよう、アビラちゃん。今日の天気は、天気良さそうですね。ちょっとね、今起きてからいろいろバタバタ動いてたので、もう10時くらいになっちゃったんですけれども、なんか風も冷たいけど気持ちいい朝でございますね。はい、そんなわけで今日はね、午前中のうちにアロマララ君にお客様、ね、自宅サロンの方のお客様ご予約入っております。その後は午後からね、ちょっとね忙しくお出かけしたりとかする予定でございますので、まあ順番にねやっていこうと思っておりますよ。まずは白湯飲みます。はい、それではもうですね、来ていただいて施術もしていただいて、でね、だいぶ楽になりましたよっていうことでね、帰られました。でこれからですね、ちょっとね、お出かけしますので、準備して出かけたいと思いますよ。今2時半くらいです。ではですね、準備できましたので、これからどこに行くかというとね、お彼岸ちょっと過ぎちゃったんですけど、まだ行けてないお墓参りがあるので、今日ねちょっと行っちゃおうかということでね、準備していくことにしました。まずは出発します。道の駅アビラデゴイチステーションに寄ってお花を買ってきます。よし、朝ごはんもお昼ごはんもまだ買ってないの、食べてないので、なんか買っていきます。南蛮味噌食べます。隣町ユニ町のセコマと寄ります。今日の朝昼兼用ご飯です。今日はセコマートの月見焼き鳥丼にしました。新しいやつです。しかもこちらの三河のセコマートには森潤さんがいて、これは森潤さんが作ったって言ってました。食べます。滝の霊園着いた。じゃあね、まずはね、お掃除してお参りしますよ。行きます。すごい火事ろうそく3本なんて盛り上がってんでね。なんかすごい松明いいのこれ。鹿がいたよ。かっこいい、シルエットがかっこいいよね。え、じゃあね、バイバイ。お墓参りが無事に終わりましたので、これからアビラ町の方に寄り道しながら帰ろうと思いますよ。帰ります。エリコロの動画、こうちゃん4寄ります。こうちゃん4は本屋と文房具屋さんとかいろいろ入っているところです。行きます。お家に帰る途中でね、思い出しました。今日は隣町かな、栗山町のこちらお祭りでございました。まずはね、神社の方にご挨拶してから、あっちのねお店の方いろいろ見たいと思いますよ。行きます。何かやっているようでございます。植物見ますよ。すごい量だね。うわー、すごい。今日から3日間でございます。もうすごい、今日夜からですけど、すごいお客さんでございますよ。支えてますよ。いろいろ見ます。でも私はなんかお腹がいっぱいです。食べるパンもありません。毎年恒例、玉こんにゃく買います。カルシアをつけてたっぷり。美味しそう、うん、いいな。玉こんにゃく食べます。そしてこっちから来た感じ。
枕座もあるよ。そして最後はなんかあるよ。あ、もうでもなくなってる。こんなのもあるよ。豚玉とモダン焼きミックス、お持ち帰りします。旦那さんが狙ってたチョコバナナだよ。私はバナナアレルギーだけど。はい。はい、お持ち帰り。もうね、お腹いっぱいでなんか入んないから全部お持ち帰りにしてますよ。ここはポテト買って終わりにします。はい、ということで。いっぱいね、いつもだとね食べ歩きするんですけれども、今年はお持ち帰りでいろいろ楽しめましたよ。じゃあこれからお家の方に帰ります。エリコロの動画、はい、というわけで今日も一日が終わりました。ということで今日も朝から充実の一日ということでございましたけれども、ちょっとこれ撮っちゃいますけれども、実はですね、朝、予約ね、事前にいただいてたんですけれども、あの、マララ君の自宅サロンの方にね、ヘッドのマッサージリピーターのね、お客様で来ていただきました。ね、いつも来ていただくんですけれども、ね、最初に、一番最初に来た時がもう、本当にね、もう助けてっていう感じで来てくださってて、それで、割と、定期的に2、3週間に一遍くらいのペースでね、ヘッドもしくは背中をね、来てくれてたんですけどもね、もうね、今となっては、ちょっとやるとすぐにね、あの、すごいベストコンディションに戻るくらいの感じになったので、やっぱりね、こうやって続けてくれてるおかげでですね、そこまでね、うーっていう風にはならなくなったっていうのをね、おっしゃっていただいたから、本当にやりがいがあってよかったなと思いましたね。そんな感じでした。そして、その後ね、今日、急遽なんですけれども、今月中にどうしても、あの、ちょっとお彼岸中にね、行けなかったお墓参り一箇所あって、お彼岸前の週に、他のとこ行けたんですけど、もうあと一箇所だけ行かなきゃねっていうところがあったんですけど、どう考えても、ちょっとね、今月中には行きたいねって言ってて、今月中には今日しか行けないねっていうことになって、それでね、今日、もう急遽お昼から行ってきました。でもね、行ったおかげでなんかすごいスッキリしましたね。なんかもう、あの、ちゃんと、あの、ご先祖様とね、おじいちゃんやおばあちゃんにもご挨拶できたりとかしたし、なんかちょっと気持ち的にね、あ、行けた、行けてないって思ったのが行けたっていう風にね、ちょっと、あの、なったので、よかったかなと思いました。ね、そうなんです。そして、もうね、その、着いた時点で3時半くらいだったのかな。あんまりね、本当は午前中のうちとかにお墓参りとかは行きたいんですけれどもね、今日も、仕方ないということで夕方くらいになっちゃったけども行って、でもね、そのね、夕方に行ったおかげでって言ってもいいのかもしれないけど、すっごいかっこいいシカちゃんに会いまして、シルエットがね、あって道のね、ちょっと手前のところにいたんですよ。あ、シカちゃんだと思って、あ、シカちゃん撮りたいと思って、こうやってね、向けたらね、ちょうどね、この一番高いところに行ってね、それでね、もう夕焼けが綺麗だったから今日ね、そこにこうやってね、もう、ザシッとね、角ピーってなってね、すっごいかっこいいシルエットのね、映像を皆様にもね、共有できたと思うんですけれども、撮れてね、すごい良かったなって思います。なんかやっぱりああいうね、ちょっと、
神秘的というかね、そういった場所でああいう光景見るとね、なんかちょっとわーみたいな気持ちになりますよね。あー素敵みたいな感じでね、ちょっといいもの見たなーっていう感じで、ありがたいなーって思いながらね、そう後しまして、でその後ね、ちょっとあの文房具見たかったからこうちゃん方寄って、それでそのまま帰るかって言ってたんですけど、あそういえば栗山のお祭りにね、毎年行ってるんです。あのコロナ禍の時は行けなかった時もあったんですけれども、ほぼ毎年行っていてですね、ちょっと待てよ、もう今日しか行けないんじゃないとかなって、それでもうね、今日疲れたついでに行っちゃうかって言って帰りに寄ってきました。で私ね、あのセコンマートのお昼ご飯をということで食べたのが2時半、まあ、3時までかない、2時半ちょっと過ぎくらいにね食べたんですよね。そう、ちなみにね、あそこのセイコンマート、寄ったセイコンマート、私の住んでる北海道安平町の隣のユニ町の三河っていう場所にあるセイコンマートなんですけどもね、あそこね、観光バスがね来ちゃうくらい駐車場が広くってそれで時々で、ね、来るってね、あの森潤さんあそこで働いてるんですけど、あのご飯っていうかね、お弁当作ってるんですけど、言ってた。なんかね、観光バスが来て、セイコンマートツアーみたいな感じで、立ち寄ったりするんですって。ね、だからもし機会があって、こっちの方寄られる場合は、なんかぜひ、ちょっとセイコンマート気になってる方とかは、ぜひ寄ってみてください。はい、そんな感じで。そう、それで今日、あの、お弁当を食べて、で、旦那さんがね、あのね、サバの入ってるおにぎりをね、あの、買ったんですけど、なんか全部食べれないとか言い出して、なんか私ちょっともらって半分くらいもらっちゃったんだよな。そう、そんなこんなでね、すっごいお腹いっぱいになってて、朝ごはん食べてないせいもあって、すごい食欲があって、すごいペロッと食べちゃったんですけど、その代わりずっとお腹いっぱいで、いつもだったらお祭り行ったら、あれも食べたい、これも食べたい、あれは持って帰る、これは今食べるみたいな感じでね、すごいお祭りご飯が好きだから、いろいろ食べたがるんですけども、今日はね、もう玉こんにゃくだけは外せないと思って、玉こんにゃくだけは毎回食べてるから、それだけは食べて、あとは何も食べず、旦那さんがお持ち帰りするっていうのをね、ちょっとだけもらおうかなと思ってます、この後。バナナは私、あの、ちょっとバナナアレルギーがあるから食べれないけど、それ以外のものはちょっとね、一口二口はもらうと思うんですけども、それでいいかなって感じでございますね。そう、でもなんか今日すごいいっぱい体を動かしたからね、すごいカロリーをすごい消費してる気がする。もうずっとね、あの施術もしてたし、お墓もね、結構あの雑草とかも苔とか生えてたのとかも取ったりとかね、いろいろやってたしね。でお祭りも結構ある距離あるので歩くから結構歩きましたし、そう、そんな感じだったので、もうこの後はね、あの、ご飯っていうかね、ちょこっともらって、あとはもうすぐ寝ちゃうかなって思っております。明日もいろいろやることありますからね。はい、そんな感じでございました。ということで今日はね、これくらいにしとこうかなと思っております。はい、それでは最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またねー。